秋元は自転車トラック競技日本代表。4年前からナショナルチームのメンバーとしてトレーニングに励んでいる。ここで毎日どんな練習を行っているのか。で、今やってるのは競技の大会に向けた調整なので、まあ、特にその競技に向けたっていう感じではないです。グランプリ G5 に向けた練習だけじゃないではないです。そもそも競輪と競技は全く違うもの。競輪場の多くが1周400メートルの大きさに対し、自転車競技のバンクは1周250メートルと小さく、傾斜も急だ。また競輪場の走路がコンクリートに対し、自転車競技は板張り。秋元は今年の G1 レースで2度優勝している。秋元が言う競技と競輪の両立を果たしたトレーニングとは一体どのようなものなのか。今回そのトレーニングに密着することが許可された。この日はバンクでのトレーニング。バイクの後ろに取り付く。前を走るバイクで空気抵抗を少なくし、極限のスピードに挑む。競輪でトップクラスの最高速度はおよそ70キロ。しかしバイクはそこからさらに加速する。秋元が叩き出した最高速度はなんと90キロ。200メートルをトップスピードで走り終えると20分間のインターバル。疲労した筋肉を休め、次の一本のための気持ちを作っていく。集中力を高め。宮平保の武術は格闘技やスポーツとは全く違うように見える。なぜ危険な急所を攻めるのか、なぜそこまで徹底的にやるのか、今日はじっくり